母層の森、クリティア族の聖地よ。で気持ちのいいとこじゃない。わ、意外、暗くてジメジメした研究室が好きなんだとばっかり。何もない時に来てみたかったです。あれだな、謎の集団が持ち込んだブラスティアってな。オブローブラスティアじゃない。その謎の集団って何なんです？それは詳しく聞けなかったけど、とにかくミュルゾへの生き方を教える代わりにそいつらなんとかしろって。なんとかするってのは、あれぶっ壊しゃいいってこと？どうなのかしら。それでいいならそうするけど。あんたが壊す必要のないよ。そう、期待してるわ。船で休んでるか？ここにミョルゾがあるのかな。どうなんでしょう。簡単には行けないようになってる気がするけど。ミョルゾなんて町の存在は聞いたこともなかったくらいだしね。こんなところに町があるって知られてたらもっと賑わってそうなもんだろ。そうじゃないってことはなかなか険しい道のりってことかもしれないわね。うん。どうしてそんな場所にクリティア族は町を作ったんだろう。人目を避けたい理由でもあったんじゃねえか。ま、自分の目で見りゃはっきりするでしょうよ。頑張ります。ゲジラ、こんなのどうです？レイスティング。そうだ、絶対じゃ。あいつだ。よっと。月星人が狙ってる。暇つぶしには良かったわ。練習台ね。いい抜くなよ。よっと。さらにそう。演技。せーの。演技をさらに。ホーリー。そう。ダズルだ。他の者たち。勝利の合図。いきます。どうぞ。はい。練習台ね。いい抜くなよ。お。そうだ。やったな。そうだ。進撃です。トリギュータイム。ホーリー。月星の方。キャバレリすぎね。
限り戦います。そうか激戦時そうか あっさりしすぎね。止まれ。ここは現在帝国騎士団が作戦行動中である。親衛隊、あれは騎士団長直属のエリート部隊だよ。その騎士団長様の部隊がこんな森にホブローブラスティア持ち込んで一体何しようってんだ。答える必要はない。それに法令により民間人の行動は制限されている。ふん、それはいいとしても、その刃どうして俺たちに向いてるんだ。かかれ。私の背中預けるわ。飛ばしていきますか。熱帯症じゃ、仲間のものを ほら、勝利の合図、行きます。どうぞ。やれやれ、ついに騎士団とまともにやり合っちまった。腹くくったそばから幸先いいこった。謎の集団って、騎士団のことだったんですね。でも、なんで僕たちを襲ってきたのかな。知られたら困るようなことをここでやっているからでしょ。それがあのブラスティアってこと？だろうな。あんた自分でついてくるって言ったんだからちゃんとしなさいよ。わかってるの。危ない。今、何、したの？ヘリオードでやったのと同じ、エステルの力が、エアロを制御して分解したのよ。あんた、またそんな無理して。ごめんなさい。みんなが危ないと思ったら、力が勝手に。力が無意識に、感情と反応するようになり始めてるんだわ。さっきの攻撃、あれの仕業よね。ということは、撃たれるたびにエステルが力を使ってしまうってことね。そんな、私…おいおい、お前は俺たちを助けてくれたんだぜ。そうだよ、まともに食らったら
イチコロ間違いなかったもん。悪いのは撃ってきた奴らだよ。エステルのことも世界のヤバさも俺たちでけじめつけるって決めただろ。今やってることは全部そのためだ。こまっ。でもこんなの何度もやってたらフェロー怒るんじゃないの？ブラスティアだろうとフェローだろうと丸焼きにされんのは勘弁よ。なーに、簡単な話だろう。要するにあのブラスティアを何とかすりゃいいってこった。そういうことね。あのブラスティア使ってるよ。よし行こう。なるべく目立たないようにな。グズグズしてると置いてくぞ。エステルは私の後ろを離れないでね。ホブローブラスティアの攻撃が来たら私が魔術で守る。それじゃリタが危険な目に遭います。危険なのは全員一緒だから気にしないで。それとも私のこと信じられない？そうじゃなくて、私はリタが心配なんです。私はあんたが心配なのよ。あの二人最初はあんなんじゃなかったのにね。最初の頃の噛み合ってない感じも良かったけど、まこっちの方が健全でいいんじゃねえか。うん、僕もそう思う。そこの二人、無駄話してると置いてくわよ。こういうところも少しは変わってほしいよ。すぐ楽にしてやる。そうだ、決策に勝利。そうだ、考えるのは時間の無駄。ぶったたくが勝ちね。抜くなよ。勝負総決戦。アラガン神戦撃。やりすぎかしら。抜くなよ。そう、こいつだ。終わった。
私の背中預けるわ。白髪の氷を月星人の入りこんな感じでどう？いや、お見事。
たまには楽しく行きましょう。終わったかな。ザコが出てきやがって。肩の力抜いてね。終わったかな。おのれ貴様、邪魔なんだよ。たまには楽しく行きましょう。暇つぶしには良かったわ。さてと、これで撃たれる心配はなくなったな。まだよ。騎士団だけじゃなく、この子も止めないと意味ないでしょ。この子、ヘルメス式じゃないけど、術式が暗号化されてる。どういうことよ。早い話、暗号機がないと動力落とすこともできないのよ。その暗号とやらを解くのは…そう簡単じゃないわ。解くとしても時間が必要ね。他の方法は…それほど時間かける人…ちょっと、なんで？あんた…このブラスティアの技師じゃないかしらね。違うんだ。いや、技師なのはそうなんだけど、僕は命令されただけで。だからこんなことに協力するの嫌だったんだ。早く暗号を解いて、この子を止めな。ただ…ごめんなさい、びっくりさせて。んだ、どうせびっくりさせるだけだなんて分かってたわよ。そう。でもこれで一件落着。晴れてミュルゾに行けるんだね。何です？少年！油断したぜ。もう一台あったとはな。まさかユリ、私に力を使わせないために。どうしてそんな無茶するかね。ほんと、あなた死ぬ気？これくらいの傷。ごめんなさい、私のせい。お互いかばい合ったんだ。お愛子だろ。でも、エステル、ここはありがとうじゃないかしら。ありがとうございます。それよりと、あっちのブラスティアも何とかしようぜ。あんた、向こうの…ちぇ！逃げ足の早え。待ってください、パティ…ビタネ、すまない。いいわ、ここは私が何とかするから。え、でも、騎士団さえいなくなりゃ、そんなに慌てる必要もないでしょ。それ、私を誰だと思ってんの？ブラスティア相手なら、死ぬ気でやるわよ。死ぬ気で…か…何してるんです？このままじゃまた使えちゃうから、ちょっと細工を…ね、ごめんね。命を懸けるものがあるわ。コードは輝いてるわね。一度死にかけた身としては、死ぬ気でってのはシャレにならねえか。な、死にかけたって？ジンマ戦争の時、死にかけたって言ってたろ。
ああ、その話したっけか。まあ、死ぬ気で頑張るのは生きてる奴の特権だわな。死人や信念も覚悟も。おっさん？ああ、いやいや、おっさん、ちょっと昔を思い出してお世辞になっちゃった。さあさ、行こう行こう。行けそうか？練習だ犬、油断大敵です。そう、そう、いいこいつだ。おなごさま、せいなやり敵を作る。あら、それがフリーだ。全員大丈夫か？なんとか。のじゃ、今度はおっさんが辛そうよ。おっさん、ここでリタイアするか？ここで置いてかれたら、俺様行くとこなくなっちまう。ユーリだって本気で置いていくわけないじゃん。それに、行くとこないってアルトスクがあるじゃない。うん？まあ、あれはね、なんというか。そうなの？おっさん大丈夫なら次、充填して攻撃仕掛けてくる前にあのブラスティアまで行っちゃおう。あいあい、了解。私の背中、預けるわ。本気出したらこんなもんだ。練習だ犬、油断大敵です。戦略進撃、撃破、進撃撃破、
まには楽しく行きましょう。ソーハ電磁波だよ。ソーハ人さらにトライクッシュ。フックスじゃ勝負総決戦一瞬で決戦行。本気出したらこんなもんだ。本気出したらこんなもんだ。確実に仕留める。覚悟しな。総破人。これだ。これぞ俺流。総破。これぞ俺流。究極。これぞ俺流。ちゃんと中身入ってる？私の背中預けるわ。先月私らの歴史限定よ。死にません。決戦勝利の合図いきます。どうぞ。いい感じだな。どんどん強くなるわ。このスキルはうち。
終わったかな。かけてるのよ。こうやると武器がよく切れるようになるんだよ。現に今の戦いだって戦う前にちゃんと励ましてあげたからなんだ。本当ですか？ま、いいんじゃないの。あら、いない。何よ。いいえ、じゃあ次も頑張ってもらわないとね。お願いね。次もまた活躍を期待してるわ。頼りない主人持って大変ね。あんただけが頼りよ。あ、
頑張ってください。みんなに励ましてもらったし、次は攻撃力倍増しでいくよ。調子に乗んな。練習台ね。油断大敵です。さらに考えるのは時間の無駄。この時間してるよ。エアルを充填してんのよ。あともう少しは大丈夫。さっさと足元に潜り込めば敵さんも手の出しようはないみたいね。そうも言ってられないんじゃなくて、自衛隊だ。向こうからも挟み撃ち。こりゃ踏ん張っていかねえとな。ガンガン行っていいかしら。余裕。決まったな。楽勝ムードね。ちゃちゃっと済ませますか。行くよ。吸血シンクロデストロイ。これぞ俺流。アボクッキー。これぞ俺流。吸血行くよ。勝てると思った？お会いに行く。全員片付けよ。ぼーっとしてんなよ。ユーリ、すまないのじゃ。やっぱパティちゃん、船で休んでた方が良かったんじゃない。じゃあもう、これ式の戦いで。ここまで来て、ぐじぐじ悩んでんじゃないわよ。もうとっくに仲間なんだから、気にすんなって言ったでしょ。仲間って、珍しいことを言うわね、リタが。うるさい。ほら、早くあのホブローブラスティア。はいはい、そういうことらしいわよ。仲間。パーティー、何やってんの。うにゃ、仲間だから。騎士団の任務を邪魔すると罪に問われるぞ。そりゃありがたいね。頑張ります。そう、はい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 、後ろ髪の氷が伝説の剣士団。ごめんなさいね。
どうだ、リタ。案の定、こっちにも術式暗号がかかってるわ。解けそうか。死ぬ気でやるって言ったでしょ。こうなったら、ミョルゾ行くための蒸気師団の奴らの手に、この子をそのまま残すなんて絶対だ。じゃあ、そっちは任せたよ。あら、どこ行くの、カロル。さっきみたいに、また親衛隊が来るといけないから。じゃあ、私もお手伝いさせても。うちも行く。パティ、元気取り戻したみたいですね。だといいんだけどね。にしても、なんかみんな妙にやる気で怖いわ。有利な影響ですよ。とりあえず、俺たちはこっちで待機だな。当の本人は至ってクールなんだが。ですね。そう簡単には解けませんってか。親衛隊っつったか。結局連中、このブラスティアで何をするつもり。うわぁ、騎士団戻ってきた。ここは死守するぞ。たまには楽しく行きましょう。さてと、無造無造がお出ましだぜ。休ませてくれないみたいな。ミジンコ一匹通さんのじゃ。ここは私たちが。よいなかったじゃ。なぜじゃ、なかった。先を急ぐぞ。いい感じだな。このスキルはうちのもの。こいつ壊して、リタ。もう時間かけていたって、このままじゃ。リタ、私たちが倒される、そう言いたいの？あなたは私を死ぬ気でやるんでしょ。私たち、ああ頑張るのじゃ。あんたたち、分かったわよ。その代わり、あんたらも死ぬ気でやんなさいよ。やれやれ、じゃあ死ぬ気でやりますか。輝いてる和光殿の仲間入りか。みたい。ちょっとだけ頑張るぞ。集中切らすんじゃねえぞ。ここは通さない。正念場なのじゃ。余裕。ユズラ、ユズラ、みんなでリタ姉を守るのじゃ。止まったわ。リタ、さすがリタ。あらら、やったじゃない。騎士団、ブラスティアが止まったから、何だったのか。まあいいさ、とにかくこれでトートとの約束は果たした。ジュリー、頼む。ええ。なんだありゃ。扉が開いた。あれがミョルゾ、クリティア族の故郷よ。こりゃ、海底に咲くタンポポよりも予想外なのじゃ。あまり長いこと扉を開けておいてはもらえないみたい。バウル、まさか飛んでる街とはね。
それ以前にあのバカでかいの何セブふわふわクラゲさんじゃあれもエンテレケイヤだそうよ話をしたことはないけどエンテレケイヤそれがなんで街を丸ごと飲み込んでんださあそここんな街があるなんて全く知りませんでした気が遠くなるほど長い間外界との接触を絶ってきた街だからねこのまま近づいても襲ってきたりしないよね大丈夫バウルがいれば中に入れてくれるはずよなんか不思議な景色だよねちょっとあれクリティア族がたくさんか歓迎されてないほりゃ驚いた本当に外から人がやってきたぞあらまあまあミョルゾを呼んだのはあなたたちおやおやこれはまた妙な感じだちょっとあんたらあいい加減にしなさいよあなたみたいな小さな子がどうやってここに来たのあんた言われてるわよえリタッチもでしょこの魔物ってひょっとしてエンテレケイヤかいバウルよ忘れてしまったのあらあなた何年か前に地上に降りた。確か、名前はジュディス。何かすることがあったのよね。もういいかしら。長老様に会いたいのだけれど。そりゃもちろん。好きにするといい。また散歩してるかもしれないけどね。なんかおかしな連中だなああいうのは失礼って言うのよリタが言うんだ基本的にクリティア族ってああいう人たちなのああいう人明るくて物おじしない楽天的で楽観的良くも悪くもね地上に住んでるクリティアもあんな感じじゃ人間と一緒に住んでる分、地上のクリティア族の方が少し擦れてるって感じかね。で、長老ってのもそんな感じなのか。なんていうか、まさにおかしな人の長老って感じかしら。なんかすごい人っぽいね。いろんな意味で。会ってみてのお楽しみだな。なんかクリティア族の人たちって僕が想像してたのと違ってた気がするああそれ俺様も同意見どの辺がどう違っていたのかしらなんかもっとこうジュディスっぽい感じを想像してたからそうそれ想像以上に露出が少なくてがっかりよあんたらそんなこと期待してたわけバカっぽいのじゃあんたらって僕まで含めないでよ僕が言ったのは性格の話だからねたく緊張感のねえ連中だな心なしかユーリも残念そうですよユーリ残念なのかそりゃ気のせいどうしようThank you.
ところに町があるなんて驚きなのじゃ。私の知らないブラスティアがたくさんある。ブラスティアを作った民、どうやら本当ってことか。そうね、こんなブラスティアを見せられればその話も信じられる。お嬢ちゃんの力を何とかする方法、ここで案外さらっと見つかったりして。そうだったらいいんですが。動いてないね。コアがない、コンテナだけだわ。この町はブラスティアを捨てたの。ここにあるのはみんな大昔のガラクタよ。どういうこと？それがわしらの選んだ生き方だからじゃよ。お久しぶりね、長老様。外が騒がしいと思えばお主だったのか。戻ったんじゃの。この子たちは私と一緒に旅をしている人たち。おう、これはブラスティアですな。ああ、ボディブラスティアを使ってる。ふう、わしらと同様、地上の者ももうブラスティアは使うのをやめたのかと思うていたが。ここのブラスティアも特別な術式だから使ってないんです。ブラスティアに特別も何もないじゃ。そもそもブラスティアとはアパティアを砕き、そのかけらに術式を施してコアとし、エアルを取り込むことにより。ちょ、コアがアパティアを砕いたものって？さや、そう言われておる。アパティアの力はそのままでは強すぎたそうな。それでなくてもいかなる宝石よりも貴重な石じゃ。だから砕き、術式を刻むことで力を抑え、同時に数を増やしたんじゃな。コアとはそうして作られたものと伝えられておる。皮肉な話だな。うん、ブラスティアを嫌うエンテレケイアの生み出すアパティアがブラスティアを作り出すのに必要だなんて。フェローがアパティアの話をしなかったのは触れたくなかったからかも。長老様、もっといろいろ聞かせてもらいたいの。俺たちはブラスティアが大昔にどんな役割を演じたか調べているんだ。もしそれが災いを呼んだのなら、どうやってそれを収めたのかも。ミョルゾには伝承が残ってるんだろ。それを教えてくれないか。うん、ここよりわしのうちにうってつけのものがある。勝手に入って待ってなされ。のよい、どこ行くのよ。日課の散歩の途中なのでな、もう少ししたら戻るわ。アパティア、ブラスティア、エアルの乱れ、エンテレケイア、いろいろつながってきやがった。伝承ってのを聞いたらもっといろいろつながってくるかも。長老様の家は屋根の色が違う、あの大きな建物よ。わかった。パティ、行くわよ。おう、行くのじゃ。ジュディ姉は昔ミョルゾに住んでたのか？ええ、子供の頃にね。どんな子供だったのじゃ？少し人見知りで甘えん坊だったかしら。人見知りで、僕イメージ湧かないんだけど。想像の限界を超えてるな。みんなからは変わった子だって言われてたわね。ああ、だよね。あの変わった人たちに変わってるって言われる子供だったんだね。ジュディは子供の頃からジュディらしかったんだな。あなたたちの私に対するイメージについて詳しく聞いてみたいわね。